ビルヘルム四世は16世紀のバイエルン公アルブレヒト四世と国軍で本、エスター・ライヒの長男。一時、弟のルート・ビヒ十世とバイエルンを共同統治していた。父が長子相続を取り決めたことにより、1508年の父の死後に医療を単独相続したが、弟のルート・ビヒ十世が、 共同統治を主張し、1516年にランツフーとシュトラウビングを共同統治領とした。宗教改革に初めは同情を示していたが、やがてカトリックに転向、ザルツブルク大司教と提携して、ドイツ農民戦争を鎮圧した。また、ボヘミア王位を主張して、ハプスブルク家と対立したが、1534年、フェルディナント一世トリンツでは僕した。 1545年にルートビヒ10世が死去したため、改めてバイエルンを単独統治することになった。シュマルカルデン戦争ではカール5世の下で戦った。1516年、ビールの品質向上と小麦やライ麦の使用制限を図ってビール純粋令を制定した。この法は現在もドイツで存続している。1522年、 バーデンヘ編共クフィリップ一世の娘マリアヤコベアと結婚した。テオドールアルブレヒト五世、ビルヘルムメヒティルト、バーデンバーデン編共クフィリベルトと結婚。ありがとうございます。